はい、皆さんこんにちは、バスチャンネルです。今日はスライド式のベッドを作っていきます。もともとここのベッドが折りたたみ式で天板をこう起こして使う作りになってたんですけど、どうやらここに荷物が乗ってると全然展開できなかったり、逆に畳めなかったりっていうんで実用性がなかったので、荷物が乗っていた状態でも使えるようにっていうイメージで、スライド式の天板に、変更します。端材が結構ね、作業中にいっぱい出てきたので、そういう材料を使って作っていきます。最近木材もね、金額がどんどん跳ね上がってるんで、あんまり、ね、ふんだんには使えないなっていう時代になってきちゃいましたね。こういう感じで、まず土台を組んでいきます。端っこにはこのコーナーパーツというのを使っていきます。キャンピングカーの家具とか、まあ、棚板とかを作るのに使われるパーツです。それが入る、ちょうど20ミリなので、20ミリ分ここを開けて、まずこっち側の台を固定していきます。で、固定は38ミリ、38ぐらいのホーススレッドで下のベニヤに打ち付けていきます。使用している工具、マキタの TD171 というモデルです。ハイエンドモデルですが、なんかこう木工をいろいろやっていくとなると、あの 14.4V とか 10.8V、 7.2V っていろいろあるんですけど、やっぱり相手にする木が木なだけに、しかもこう 何十本も作業するってなると、 DIY 用の安い機械だと全然対応が追いつかないんですよね。すぐに焼けちゃうというか、モーターがダメになっちゃうんで、それも考えるとやっぱり、あの DIY とはいえちゃんとした工具、マキタとかスタチとかそういうのを買っていくといいんじゃないかなと思います。私はマキタが好きでずっとマキタ揃えてるんですけど、スタチが好きな人はやっぱスタチの揃えますよね。まあ、カメラとかも同じですけど、あの一回揃えちゃうとバッテリーとかも全部それで、ね、統一するんで、基本的にはもうマキタオンリーか日立オンリーになる人がやっぱ多いですね。で、フォースレッド打っていくんですが、いきなりこう 1x4 打ってっちゃうと割れてくるんですよね、板が。で、割れちゃうと使えないんで、下穴を開けてきます。で、下穴は、この、ワンタッチの変換ソケットみたいなのがあって、これに、先っちょ側に、ドリルのビットをつけていきます。で、こっちは普通に、プラスの2番のドライバーのソケットがついていて、カチッとはめて、で、穴を開けたら、スッと外せる、こういう工具、道具があります。DIY いろいろ始めていくと、ドライバーのビットとか見るのも、ドライバーのビット見ていくのも結構面白いんで、それぐらいになってくるともしかしたら重症かもしれないですね、これは DIY 的に。穴に沿ってフォースレッドを打っていきます。工具は
プロ用のがいいっていう話はしましたが、結構ねパワーが強いんで力加減が分かってないと、ツーバイなんか柔らかいんですぐ割れちゃうし、どん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 潜っていっちゃいます、ホースレスの頭。まあこの辺は全部慣れですよね。私も全然慣れてるかというと、まあよく使ってはいるけど全然ね、あのプロではないんで、まだまだのところはあります。ちなみにこの神話さんのタナジャクなんですけど、このストッパーがついてるんですよ。で、測りたい長さでこう止めネジ、ここのネジを止めると木の水平が取れるんですよ。なんで毛がいたりとか、何か位置決めをするときにすごく使いやすいです。これだけでも定規としては使えるんですけど、このガイドがあった方がより直角に描くことができるのでおすすめです。続いて天板の位置を決めていきます。なるべく等間隔には置いていきますが、こうつなぎ目の部分は塞ぐ必要があるので、その場所を考えながら配置をしていきます。木材が出揃いました。続いて位置決めをして接着していきます。ボンドだったらずれちゃうんで、固定されるまではクランプを使って押さえておきます。さて、一通りまず固定する側の板は装着されました。あとはね、もう伸縮する側の板を取り付けていくわけですが、今度は引っ張った時にちゃんとロックされるように、この間にもう一本フレームを作って、それに引き出し側の板をセットしていきます。まあ、ほぼこの真ん中に打っていけばいいだけなので、こっちはそんなに難しくないと思います。ここまで作っておいて入るかドキドキなんですが、1x4 って19mm×89mm なんですよ。で、それに今 18mm のファイン材、別のところで使ったファイン材を入れています。あ、通りますね。先にじゃあこっちの板から取り付けていきましょうかね。今度は引き出す側の板です。
差があるんで、下の支えの板は切り欠きを入れましたが、引っ張ったところの位置に合わせてこのこっち側の足を固定していきます。でこれもパインは柔らかいので下穴を開けてから固定をしていきます。オスレットはまあいろんな長さ持っとくといいですけど、私がおすすめしたいのは 1x4 同士をつなげた時に頭が先っぽが飛び出さない19+19の38以下だから 35mm ぐらいのが1種類、あとは 1x と 2x を貫いてギリギリ貫かないぐらいの57前後だから 55mm とかっていうのと、あとはちょっと長めに90ミリぐらいのと、完全に1x2x を貫いて縦方向に貫いて120ミリぐらいですかね。それぐらいがあると便利かなと思います。で、初めはね箱ですごいでかい段ボール箱で来るんですけど、すぐ崩れるし雨とかで濡れてぐちゃぐちゃになるんで、ケースとかに入れて長さごとに保管していくといいと思います。でただ一回使ったもので、抜いていくと今度なんだ先端がちょっとダメになっちゃったりとか、あとは物によっては若干錆びたりとかっていうのがあるんで、保管するときに一回使って抜いてもう一回別のに使おうっていうときは他の容器とかに入れて、これはもう長さバラバラの一回どっかで使ったミス類を入れてるんですけど、そういう感じで保管をしておくと新品な綺麗なフォースレットを使いたい時と、見えないから何でもいいっていう時とでこう使い分けができるので、フォースレット自体4種類ぐらい持っておいて、収納容器は5種類ぐらい持っておくといいと思います。この辺も本職の方からすると、いや違うだろうみたいな意見もしかしたらあるかもしれないので、その場合ぜひ教えていただきたいです。それで終わりかな？あとはちゃんと動くかどうかを確かめていきましょう。この木自体がたわんでるとスライドがうまくいかなかったりするんですよね。はい、こういう感じです。一番あれかな。